焚き火で焼く肉がうますぎた。今日もお疲れ様、山田です。なんとか原始的に火をつけられた昨日の動画、今回はここで肉を焼いていく。ホットサンドメーカーでスーパーで買って安めのお肉、意外と大きくてこの場で買った。味付けはアウトドアスパイス掘り西だけ。これをかけすぎなくらいにかけておく。あとはいい感じに木を並べたらそのまま上に乗せていくだけ。こんな火力じゃ一気に焼けていく。こうして両面をこんがり焼いたら完成だ。簡単でうまくて寒いけどこの中で食べるのがたまらない。そんな今日のキャンプ場、場所は埼玉県にある学校橋河原。料金は普通車1台1000円だ。川が目の前にあるけど今だけか水量は少ない。日中はそのまま河原で遊ぶこともできるんだ。フリーサイトで車で乗り入れて好きなところにサイトを作れる。日が昇るまでは外の水も凍るくらい寒い。水道もあるし、もちろんトイレも。道路挟んだところに無人で薪も販売されていてさ、気軽にキャンプしたい方にもおすすめのキャンプ場でした。それじゃこのまま埼玉のおすすめスポット回ってくるね。